今回は不良扱いされてるぼっちちゃんに対するみんなの反応をご紹介します。1日2本以上投稿していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。北ちゃんの親に娘をたぶらかしてる。不良扱いされててダメだった。ある種の不良ではある。工場生産品の出来が悪いものを言う不良。ぼっちちゃんは高校入れたのも奇跡みたいな成績だからな。名前出してるのが後藤なんで、山田の悪事も全部なすりつけられてるのがダメだった。多分ひとりちゃんと後藤さんも別人。北母はちょっと厳しめな雰囲気だし、学校とか友達のことはあんまりちゃんと話してないのかな。北ちゃんめちゃくちゃ後藤のこと話してるよ。バンドの活動内容のことは全然。不良か不良じゃないかで言うなら間違いなく不良ではある。学校にピンクジャージで来るヒッピーだもの。ぼっちちゃん実家に連れてくみたいだけど、いつもの気候をするだろうし、男じゃないから安心とはならないだろうな。結束バンドのせいで北ちゃんの人生が変なルートに。あ、北ちゃんの人生狂わせておきましたよ。こういう誤解展開で実物を見せるという作戦が一切希望にならないの初めて見た。リアクション次第では認識が不良から怪生物に変化するからな。制服ダサいからって理由でジャージ着てくるのは不良で間違いない。あ、北ちゃんのお母さんも狂わせておきますね。ぼっちちゃんのビジュアルにメロメロになる北母か。ぼっち本人的に想定外なのはかわいそうだけど、真面目に責任取らなきゃいけない段階に来てしまった。現状北ママの中ではモヒカンタトゥーの不良ということになっているぼっちちゃん。割と本気で北ちゃんの人生変わっちゃったからな。成績ガタ落ちした挙句に進学拒否り始めた己ごと。キララフィルターの髪色に言うのもなんだけど、年中ジャージピンク髪バンドマンは控えめに言ってヤンキーなんよ。北ちゃんは普段からどれだけ後藤の話をしてるんだよ。北ちゃんそんな後藤のことで一喜一憂して家で話しまくってるレベルだったの。やっぱり責任取れごと。まず女子な時点で最初は偽物連れてきたと思われそう。いいこと言っただけじゃ終わらなくて、何か現実的なアンサー出さないといけない問題なのよね今回は。するしかねえよな。進学ぼっちも進学するから、北ちゃんも進学しようあたりが落としどころか。いけぼっちちゃん大学編。あ、お猿ウキウキ大学に進学します。事実だけ抽出したら、マナ娘が成績最低編のやつとつるみ始めたら成績ガタ落ちして進学しないとか言い始めた。しかも家でそいつの話しかしないし、時にはなんか避けられてるかもと悩みをこぼす。後藤がマナ娘の人生をクズな方向に狂わせてる。何にせよ北ちゃんへの誠意を示すことになりそうだぞ後藤。後藤さんが女で、しかも人間すら逸脱してるとは夢にも思うまい。あ、お母さんが大事に育てた育代ちゃんをめちゃくちゃにしときました。今月の北ちゃんはギターヒーローに追いつくために人生捧げなきゃって言ってるからな。良いか悪いかは別として、今から後藤に追いつくつもりなら勉強なんて捨てるしかないって言われたら、それは正解だからな。ぼっちちゃんが大学に行かざるを得ない展開が来るような、そうでもないような微妙なライン。本当に後藤責任取れ展開が来るとは。皆さんは不良扱いされてるぼっちちゃんについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。